サイザクテイマ。マジックバッグが2つ入るマジックバッグとか、重さがなくなるマジックバッグとか、そういうのがたくさん出て面白かった。あと野ネズミ換算するのも面白かったね。ほんと最弱なのでバトルしないでひっそりと生活するのが個人的にいいと思いました。来週も楽しみです。以上、最弱テイマーのお話でした。